さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、コインチェック黒字化プロジェクトでございますが、えー、100万円が85万円まで下がりました。まあまあ下がってますね。まあ、一番低い時よりは、いや、一番低いのかな、今。 <laughs> それさえもわからなくなっている <laughs>。はい。けどですね、今が仕込み時だと信じて、はい。もうビットコインっていうか暗号資産はですね、もう、なんていうか、なんだかわからないものですから、はっきり言って、言ってしまえばね、言ってしまえばね、はい。なので、もう、がむしゃらにコツ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 と、ドルコスト平均法で、またもや、えー 投資をしていきたいと思います。とはいっても資金はあと14万円しかないんですけどね。はい。今回はですね、まだ買ったことのない、この ASX ってやつをですね、はい。何ですかアクセルインフィニティすごい、すごいかっこいい名前ですね。大丈夫なんですか <laughs> アクセルインフィニティ。これをですね、まあ、3万円分ぐらい買いたいなと思ってるんですけど、とりあえず1とか入れたらどうなります ?1 とか入れたら。 1>, 1? はい。あ、6あ、10。ということはということは ?50 で3万2000円。50にしましょう。はい。50。切りがいいですね。はい。50買います。はい。バイ。OK。はい。買った。買いました。はい。これで ASX も持ったことになりました。アクセルインフィニティ。 はい、そうですねはいで残り資産なんと11万円ですこれをどう配分していくのかまだ持ってないコインありますからねエープコインとポリゴン、まあ、マティックっていう名前になってますけどサインははいこれに3万ずつ投資したら残りは4万円ですかおお 厳しい！はい、まけどやりましょう。はい。では今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。